もう4名追加したいと思います。大阪府におしまい、おしまい。どうも、こんにちは、こんばんは、赤髪の友と父ちゃんでーす。父ちゃんです。去年ですよね。去年です。豚猿っていう旅動画企画で、お土産を4種類2個ずつ買って計8個買いまして、はい、視聴者プレゼントにしますって言って、はい、そしたら応募はがきがこんなに来ました。おーじゃん、計約200枚の応募が来ました。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。で、今日は、それを抽選していくっていう動画を今から撮ります。はい、はい、2枚ずつ引きます。はい、なんか申し訳ないね、こんな選ばせてもらっちゃってすごいんだよ、ちょっとチラッと見る。こういう風にイラストを描いてくれたり、すごい、かわいいやろ、淡路珠子さん。うん、では抽選していきたいと思います。はい、まず空手バッジ。はい、じゃあ目つぶってください。あ、俺がさっき、はいはいはい、これは本当に厳正な抽選をします。はい、はい、こういう風に切らせていただきます。はい、いきます。はい面白い。はい、じゃあ俺端っこの人、こういう時端っこの人。なるほどなるほどなるほど。下の人を取ります。はい、はい、県とお名前だけ言いますか。はい、埼玉県にお住まいの、はい、斉藤さん、おめでとうございます。おめでとうございます。僕は奈良県にお住まいの福岡さん。奈良県にお住まいの別に奈良県にお住まいの福岡さん、おめでとうございます。スタッフさんにお願いして発送してもらいます。はい、はい、じゃあ当たりです。当たりです。もう1って分かりやすく書いてある、すごい。では続きまして、はい、ドラクエストラップ。ドラクエストラップ、結構ね、豚猿は編集凝ったんですよ。スタッフさんにナレーションお願いしたり、旅猿っぽく編集したりしてみましたね。面白かったですね。面白かった、やりてて。じゃあ、はい、はい、目つぶってください。じゃあもうフィンダイク。はい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 、静岡県にお住まいの、はい、イグマさんってことですね。イグマさん、おめでとうございます。おめでとうございます。僕は愛知県にお住まいの近藤さん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、住所が出ちゃう。続きまして、3番、これが一番激戦区だった。そうですね、みんなコアラストラップ好きなんだ。なるほどね。はい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 、じゃあこの辺で。はい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 、お、オッケー、はいはいはい、はい、いいですね。はいはい、じゃあ発表してください。はい、大阪府におしまい、おしまい大阪府にお住まいの行くよ行くよ。はい、大阪府にお住まいの黒田さん。はい、お住まい言わなくていいよね。あ、そうですね。京都府の西垣さん、おめでとうございます。おめでとうございます。あ、なんか西垣さんは素敵なイラストが入っております。こちらも素敵なイラスト。あ、本当だ、ありがとうございます。はい、4番目かな。4番目ラスト、動物チーフ。はいはい、これでいきます。はい、はい、ちょっと聞いてください。はい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 、はい、じゃあこれ、おいおいおい、はい、いいですね。はいはいはい、どうぞ。はい、大阪府の、はい、奥さん、ありがとうございます。どういうこと。いや、大阪府の奥さん。あ、奥さん、なんか専業主婦の方に語りかけてるのかと思った大阪府の奥さん、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。群馬県の金井さん、おめでとうございます。当たりました。はい、はい、これでお土産当たった人、はい、計8人発表しました。はい、で、サイン付きで送らせていただきます。はい、今この物がないんで、後で豆腐さんと東京行った時にサイン書いて、はい、これを発送したいと思いますので、はい、楽しみに待っていてください。皆さん応募ありがとうございました。ありがとうございました。でですよ、はい、こんなにまだ応募のハガキがあるんで、はい、今日はこれ大阪に来てるんですけど、はい、大阪でもお土産を買ったので、もう4名追加したいと思います。おーい、この中からですね。はい、この中から、はいはい、なので全部混ぜちゃっていいのかな。全部混ぜちゃいます。はい、はい、で、何を買ったかっていうのは今動画として撮ってあるので、どうぞ。大阪絆創膏、大阪絆創膏、大阪トランプ、面白いかも。ほんまでっか、ぼちぼちでんな、ぼちぼちでんなの意味、ぼちぼちでんなの意味わかんないかも。え、まあまあやね、まあまあやね、もうまあまあやねえが関西弁だよね。まあまあダメでしょ。大阪のお土産を買いました。だるま、おみくじ付きのだるま、大阪の絆創膏、お、大阪の面白トランプ、トランプ、まさかぼちぼちでんなの役を大阪弁で言われるとは思わなかった。確かに
あとハンドクリーム。あ、ハンドクリームなんだ。乾燥しますから。確かに。ミックスジュースの香り。美味しそう。この4種類をブダザルの旅のお土産追加にしたいと思います。後で引きます。はい、オッケー。はい、はい、2枚取った。2枚取りました。はい、オッケー。はい、はい、やって選びました。じゃあ発表してください。はい、いただきます。はい、埼玉県にお住まいの福本さん、はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。は、山形県の黒木さん、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。僕の方は千葉県にお住まいの鈴木さんと岩手県にお住まいの吉田さん、おめでとうございます。おめでとうございます。すごいいいイラスト描いてもらってありがとうございます。でもなんか熱のこもったメッセージをいただいております。しっかり読ませていただきます。みんなのメッセージもちゃんと全部読みますので。可愛らしいみーちゃんと梅ちゃんのイラスト、こうすごいしっかりとしたメッセージを書いてくださってる方も嬉しいですね。2人の男らしさが瓦割りでは出てる。アシャドマル豚ザルになっちゃった。豚ザルになっちゃった。ロゴとかまぼこ、すごい。すげえ。これすごい。本当に旅ザルのイラストっぽいんでるね。ポスター、うん、ポスターになってる。すごい。ここまで潔く言ってほしいですけど。すごい。逆にこういうのも1、3か。私は3が欲しい。かまぼこでメッセージも書いてくれてます。4年前からトモさんを好きになってきた。ナレーション、クワちゃんの声が好きです。だって、あ、クワちゃんの、クワちゃんに対しても来ております。そして何かみんなイラストを書いてくれてます。ありがとうございます。綺麗、色ははっきりしてる。これも上手。上手。これめっちゃリアル。リアル、リアルだ。リアルな豆腐さんが。ちゃんとヒゲを描いてくれてる。面白い。こっちも。かわいい。すごい。キリッとはっきりしてていい家ですね。面白い。裏拍子。裏拍子。裏拍子。でも必要な情報は全部表にね、住所と全部書いてありますけど。ということで、以上でプレゼント抽選動画終わります。皆さんたくさん応募ありがとうございました。ありがとうございました。外れちゃった人はごめんなさい。また何かの機会にまた応募していただければと思います。はい、はい、じゃあバイバイ。バイバーイ。オッケー。